元ホワイトハウス国家安全保障顧問で、退役陸軍中将のハーバート・マクマスター氏も、ロシア、特にプーチン氏は本当のトラブルに陥っていると考えています。戦争を続けるには、ロシア軍が長期戦を続けるための資源を確保しておく必要があります。戦争は、技術力と経済力で戦うものです。 技術的には、ロシアの軍事技術は、欧米が支援するウクライナに及ばないことは言うまでもありません。そして、経済こそ、プーチン氏にとって大問題です。